木島平村は長野県の北東に位置する村である森林セラピー基地に認定されている。21世紀初頭に日本中で行われた平成の大合併は木島平村にとっても例外ではなく当初飯山市、野沢温泉村、木島平村の竹北地域三市村による合併が検討された。合併に際し、飯山市と野沢温泉村が財政事情や 域内の民間スキー場への影響を考慮し、木島平村に対して同村が90.2%を出資し、第三セクター方式で運営する木島平スキー場の民営化を求めた。この件に関し木島平村は、スキー場は地域振興の柱とし、将来的に民営化を目指すものの合併時は、第三セクター方式で存続と反発し、研究会等でも議論は、 平行線をたどった。これに加え、村民に対し行ったアンケートの結果、合併反対が約6割近くに上ったことから、柳沢万寿遊村長が2004年3月11日の村議会において村単独での生き残りを決議し、3月31日付で合併問題研究会から離脱。会は解散となった。2012年7月14日、15日の2日間に、 わたって、第1回全国村長サミットが、木島平村と財団法人自治総合センターの主催で行われた。鉄道路線は、村内を通過していない。鉄道を利用する際の最寄り駅は、JR 東日本北陸新幹線及び飯山線の飯山駅。高速道路村内を通過していない。一般国道県道道の駅ファーマス木島平場,場。 極温泉木島平村の村内には3カ所の温泉地が存在する。ありがとうございます。